夏のクリスマスへようこそ。今日は雨の中、ここに集まってくれたみんなへきらめく世界をプレゼントするね。そしてアムステルダム広場にお集まりいただきましてありがとうございます。皆さん、ハウステンボスで素敵な思い出の数々をお作りいただけていますか。さて、今から始まるのはここに訪れた皆さんと共にゴスペルミュージックでクリスマスを祝おうというセレモニーです。今宵、家族、友人、恋人はもちろん、この広場を訪れた全ての人が一つになって聖なる夜を祝おうではありませんか。ほら、このセレモニーに花を添える素敵な歌声が聞こえてきましたよ。
空と溶け合う心震わせるような歌声、感じていただけていますか？続いては皆さんにも耳なじみのあるクリスマスソングをメドレーでお届けします。さあ今宵はここにいる全ての皆さんで楽しみましょう。知っている音楽があればぜひ口ずさんでみてください。もちろんハミングでも結構ですよ。手拍子でのご参加も大歓迎です。それでは参りましょう。クリスマスメドレやってみましょう。ハッハッハッカモン。ハッ
んの番です。全員参加ですよ。やってみましょう。いきますよ、せーの。次は難しくなります。挑戦してみてください。みんなお手本よろしく。ちょっと難しいですね。でも大丈夫、全員参加してみましょう。チャレンジです、せーの。いい感じ。心踊ってますね。ありがとう。さあこれを歌に合わせるともっと楽しくなりますよ。では今の手拍子を音楽に合わせてやってみましょう。迫力ですね。私たちもクリスマス気分が高まってきました。ところで皆さんはご存知でしたか？クリスマスを象徴するクリスマスツリーになぜモミの木が使われるようになったか、これには諸説あるようです。当時のお祭りに神様への贈り物にしたという説や、常に緑の葉をつけるモミの木は絶えることのない永遠の命の象徴とされていたからなど、それぞれの思いや願いが込められていたと言われています。それでは聖なる夜を祝い、皆さんの思いや願いを浮かべながらお聴きください。日本語タイトルではモミの木として親しまれています。クリスマスツリー、クリスマスツリー、クリスマスツリー、 Much pleasure toTree, oh Christmas tree, much pleasure do you bring me. For every year this Christmas tree brings to us much joy and glee. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure doThank you.
こともできました。でも今宵私たちと一緒に同じ夜空を見上げ、同じ時間を過ごすことを選んでくださいました。